はい、え4月1日から団体は立ち上がりまして、えー、それ以前に被災地に行くということからスタートしました。で基本的にはあの全国から送られてきた本をまずは子どもたちに届けるして届けながら、えー、と被災地のニーズを拾って支援をしていくという活動をしております。 えーっとどういうことをやってきたかというとこれが一番最初に被災地に入った時でこれは渡里町ですね、はいでえーっと、ここにいる方々が保育士さんですね、被災地であいや避難所で仕事をしていたで、えー、っと彼女らに会ってねら何が欲しいって言ったらですねすごいものを言われましてカプラというおもちゃがあるんですね、きの それを5万いくらするのを買ってしまったんだけど流れたと言われてでは流れたシーンをえーとこれが彼女らが働いていた保育所ですえー1メー,ターぐらい冠水をしたところで今はねもうなくなってきたんですね僕が行った当時はここに実はここの真ん中にね箱があるんですけどこれがね積み木いや積み木といって分からないんだな魔法の板カプラと僕らは言っておりますが。 そういうい遊具なんですけどもそれをね欲しいと言われてねしょうがなくて、えー、っと1か月後ぐらいにこれをお届けした時の子どもたちです。えー、っと今は別なあの児童館を借りて保育をしているところなんですけどねでこれはあの僕らだけのね資金ではできないので絵本作家の中川博隆という彼がいろんな資金を集めてプロジェクトを作ってて彼らのお金を使わせていただきまして。 行ったのでその中川さんにね来てもらって歌歌ってくれたのはこれです。<laughs> えー、本当にミニミニニコンサートししましたで、えー、今こういう活動をしながら基本的には本が送られてきていまして今それをうんと仙台市の演劇工房 10BOX というところでこういう形で本を集めて。 来たのをまたそれを出る先に仕分けをしながら、えー、お届けをするということをしております。で届け先で一番大きかったのが、えー、とこれが東松島図書館が、えー、と東松島市のいろんな学校とか幼稚園とかそういうところに、えー、と図書館を通して本を配るということをしてくれるという話になって、えー、とここに3,000冊ぐらいかな最初お届けして。 その後はあの図書館がねオープンしてないので、えー、と5月の連休に、えー、子どもたちまたは本が好きな子たちに自由に本を貸すのではなくてあげるよっていうイベントをした時これもまた手伝いに行きました。で、えー、こういう活動をしながらさまざまなことを感じて、えー、と本をねただ届けるとなるとこれがね小学校。 これは小,松小学校が近所の中学に入って部屋を借りて今小学校やってるんですがそこの廊下にこういう形で本が並べられているんですねでこれはねここにねちゃんとね本は同じ場所に戻しましょうって書いてあってこれは絶対無理やろという気がしてねこれはねかわいそうじゃあ本棚をね僕らも用意すべきだろう。 でもそれは、えー、といずれゴミになる本棚では困る。で、えー、とちょうど物置でアメリカ製の強化段ボールで本棚をとか、えー、とそういう家具を作れるというところがあると聞いて、えー、とここで、えー、と僕らの子どもと歩むネットワークで開発した特製本棚、えー、とネジ6本で止まってまして外すと段ボールの板になるという。で、これをね、今。 全国からら寄付をもらいつ例つえー、とそうするとこれをやっていくとねあの直接津波をかぶったところ以外でも今回の地震で本棚はダメになっているところが多く出てきまして,、えー、て今そういうところまでなるべく多く、えー、お届けしたいなと思ってでこれが1台ね1万5千円いただくと、えー、寄付をできるというシステムで今全国に呼びかけております。 もし興味がある方はホームページ上からぜひ、えー、寄付をお願いしますうえでそういうことをやっているうちに、ね、だんだん、あのー、保育者、えー、と保育している人たちが非常に大変な状況にあるということを知りましてこれはそれを知らされた機会ですね中川宏敬がやはり保育所に石巻の保育所に行って、あのー、冷蔵庫をこの時お届けしたんですが冷蔵庫とゴザだ。 <laughs> その時にねあのちょうど行った保育士さんに歌を歌って30分ぐらいだったんですけどね最後にリクエストで「虹」という歌を歌った途端にねもう号泣する保育士さんが出てきて、えー、いかに彼女らが大変なのかなで、まあ、子どもに関わっている仕事を僕もしてますので子どもに関わる大人がまず、えー、ケアされてないとダメだろう。 というので、えー、と最近はちょっとこういう保育士の方々をこれから何らかの格好で僕らができる手段でケアをしていってあげたいという活動も始めております。それから必要なものはまあ保育所幼稚園がやっと始まったところがまだ出ているんですね、えー、とつい先日は小鹿半島で、えー、と今6名しかいない保育園ですけれどもなんとか保育を始めてそ,とそこで必要なものがこまご、あ、まと出てきます。 でそういうものを僕らはなるべく、えー、もう購入をしてそれも地元に近いところで購入をしてお渡しをするっていう活動に、えー、切り替えていかなければいけないかな。であの僕ら自身は、えー、と今年の4月1日から丸3年だけ活動いたします、えーと。3年でなるるべくく子どもたちが早く日常に戻れる ことを祈りつつ3年間活動いたしますので、えー、ご興味ある方はホームページを見てアクセスしていただけるとありがたいです以上ですよろしくお願いしますおしまい